バイオ MX の特徴はですね、MX にしかできないことがあるんです。このオーディオというボタンを押すとですね、OS を使わずに、オーディオと中のデジタルアンプ、これはデジタルなんです。MXS はアナログアンプなんですけど、そのオーディオ部分だけが立ち上がってですね、ファンクション、FM、MD、CD と、インプットとかですね、オプティカルインプット、CD、選べます。はい、ちゃんとこのモニターも、このように、そしてこうグラフィック、イコライザーじゃないですけど、こう出ます。ちゃんとキロヘルツとかが、ね、出てて面白いですね。という機能が、バイオ MX にはあります。ちょっとこの辺まではね、あんまり使ってないですけど、スリープタイマー、LCD、ネクスト、いろんな機能があります。イコライザーも、まあ、PC を起動せずともできると。フラット、まあ、これが通常フラットですね。だいぶ音が静かになりましたね。リターン、こんな感じです。便利でしょう。